それでは、はい、遅くなりましたけど明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。昨年はですね、はい、動画がいろんな方におすすめされることによって、はい、たくさんの人にチャンネルを登録していただき、あと動画の方もねご視聴していただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。で今年は昨年と、まあ、ほぼ変わらずね、はい、マイペースで、はい、キャンプ動画の方を上げていこうと思うんですけども、なかなかね時間が取れなくてキャンプに行くことができないんですけど、はい、ちょっと自分たちもねキャンプギアとか試したいのがいろいろあって、うん、はい、で今回はね今年2021年一発目の動画ということでターフを使ったオープンアバリをねしてみようと思います。はい、で今回はそのタープでギリアとねタープをドッキングさせた形をちょっと試してみたいなと思いまして、はい、やってみようと思います。何か喋りますか？いや喋らない喋る。はい、それではね2021年一発目の動画なんで、はい、頑張って張り切っていきましょう。はい。なんて言えばいいっけ。ちょっと待って。いいんだよ、どうぞ。どうぞでいいの、うん、はい、どうぞ。冬キャンプをするんだったらさ、うん、やっぱりアルニカの方がいいよね。ギリアはスカートがないじゃん。そうだよね。そう、でもアルニカ高いよ。ギリアの倍するじゃん。うん、まあ、すごい悩むよね。うん、あらら。まあ一時はでもさ、うん、ギリアでしなきゃいけないでしょ。ああ。もちろん。いや、今からその今年さ、うん、2021年キャンプデビューしようと思ってて、うん、そのギリアをまあ検討されてる人もいると思うんだけど、うん、その冬には全然向いてないからさ、あ、まあ、そこら辺も考えて、まあ、買うんだったら買った方がいいんじゃないかなと思って。確かにね。うん、値段を気にしない人はいいかもしれないけどさ、値段気にしない人いないでしょ。いないよね、うん、だよね。だけどやっぱり値段ってなるとさ、うん、ギリアの方がコスパはいいよね。うん、いいよね。こっちが2人用で、あ、これがこっちだね。そうそう、うん、猫が入ってくるっていう、うん、どうしてもこう下がすいちゃうんだよね、スカートがないからさ、うん、夏場はいいんだけど。みんな何か対策してるのかな。こうギリアしか持ってないっていう人はギリアでしなきゃいけないでしょ、うん、その冬場の対策っていうのってみんなどうしてんだろうね、うん、まあ、でも寒いよね。寒い。まあ、とりあえずじゃこんな感じで、ね、でタープを張ってみますね。はい、こっちがテントの入り口になります。はい、で、タープをくっつけるわけなんですけど、どうしよう、結構重ねた方がいいよね。うん。すっぽり入れたい。すっぽり入れたい。うん、入れてみたい。入るのか。ねえ。そしたらじゃあ、3分の1ぐらい重ねようか。って言うと、え、3分の1重ねるの？ 3 分の2じゃなくて3分の2重ねたらスペース全然ねえよ。あ、結露しないようにってこと？そうそうそう。あ、そうじゃなくてってことね。うん、一応今回はテントの前でゆっくりできる感じ。まず夫婦の意見が合ってないっちゅうのはね。あ、なるほどね。そうそう、テントの前でゆっくりできるスペースを作りたいっていう意味で、うん、あ、じゃあもう全然ギリア入んないんだね。
うん、だからまあターボをちょっと前に出すっていう、まあ出してもいいんだよ全然。そうする？今回。いやまあ、うん、いやどっちが多いのかな。私的にはもう結露防止でしたかったから。ああ、じゃあ半分半分してみる、間を取って。うん、そうだね。あのちょっと距離的なところが分かんないから、うん、まずこれを広げて横にこう置いてみようと思います。ああ、オッケー。うん、はい。あんまり長いな。短いよりはいいか。使うベルトを使ってですね、つなげてみたいと思います。はい、でとりあえず片方ポールを立てて、うん、片方ね、ポールを立てる準備できましたので、こちらの方をこっちをね、うん、テントの方につけて、あと反対側の穴をね、こっちの穴をポールの方に、うん、であとはベルトで、これワンタッチで調整できるものですので、調整しながら立っていこうと思います。ちょっと入んないっていうオチ、うん、なんかちょっと穴ちっちゃくない？で、いやこれ入んなくな。で、え、入るでしょ。いや入るよ。ほら。え？でもここに入れるしかないよ。あ、できるのね。うん。できればここの方が強いからいいんだけど。うん。どっちかったね。電源がでかかった。あ、そっちの大きかった。よし、じゃあこれで。ちょっとここら辺はもう完全に発表されたから。今回のはポールのあそこね。うん。一応ポールの位置。うん。で、そこの近くまでこのベルトをね、縮めようと思います。はい。だからいいだよね。うん、簡単だね。うん。まあ、これでいいのか。フォロー、ちょうだい。はい。はい。で、こんな感じで、ちょっと引っ張りつつ。一番難しいんだけどね。また風があるからね。すごいすごい。それって一人で大丈夫なの？かっこいいやっけ。そう。でこれでさ、うん、ここで大事なのが、うん、この張り加減なんですけど、うん、ピーンって張っちゃいけないんだよね最初で。うん、なんでかっていうとさ、なんていうのかな、こうね、折れたような感じになるわけよ。
どういうこと？最初でその小川張りで、うん、小川張りのこのベルトでさ、うん、こう引っ張って、うん、ここを一番低くしてあげないといけないの、うんうんうん、だからこのギリアはここが一番高いでしょ、うん、これよりちょっと高い位置にこいつを持っていかないといけない、そういう張り加減。ああそうなんだ。そうそう、ピーンとじゃないんだね。ピーンと張らない、なんかテントと沿わせる感じ。そう、40cm じゃなかった？ 40cm のペグで止めます。とりあえずこんぐらい長いね。もうちょっと長さないと調整できない長いと安心感はあるね。本当だね、うん、全然違う、すごい、うん、違うね、うん、こんだけ風があってもね。そうそう、あれ紐はどこ行ったっけ、ね、え、あ、ここにあったどうかして分かんなくなる、分かんなくなるね。あと一つそこにあるじゃん、うん、ワンセット持ってきてるんだけど、うん、ポールを立ててもいいんだけどね。どうしようか、まあ、とりあえずじゃあこれでやってみる、うん、ポールを立てると前が広くなるよ。ああそうだね、うん、夏場なんかはそれがいいかもしれないね。ああ風が通るからね、うん、冬場はそこまでポールを立てて、まあどっちでもいいんじゃないかな、冬場は。うわ、なんか取れた。壊れた。え、嘘だ、なんで？マジで。すっぽ抜けてる。どこが？ここ。なんで？ほら。こないだ買ったばっかじゃん。あ、リベットが取れてるね。ヤスモンは、ああ、ああ、入れすぎた。ああ、ああだよ、本当に。本当なんかやっぱしか使ってないのに、ね。壊れました。こういうもんなのか、こういうもんのはずないよね。まあ別にこういう紐邪魔だからいらないんだけど、うん、使えるでしょ、でも、うん、それだったらもう普通のあの仕事で使うというか大工ハンマーの方がいいかも。あ、でもそうだったらここがね、ないもんで、うん、そうだね、やっぱりじゃあこれ修理しないとダメだ。修理しましょう。はい、もったいない。ギリアでさ、うん、もうギリ当たってるじゃん、うん、これやっぱりじゃあもうちょっと上げないといけないってことだよね。うん、そうだね。あそこまで当たっちゃダメでしょ。うん、それか普通当たらないの。ああ、じゃあダメじゃん。うん、そうだったらこれもうちょっと近づけないとダメだね。長さが足りません。え？
なったら、あの両サイドをもうちょっと緩めないといけない。結構引っ張られてるよ。そう、うん、めっちゃ引っ張られてるよ。そんなんもう？ここはちょっと緩めて。ここも緩めて。ああ、そうだね。軽やかだね。おう、いい感じ。完成しました。はーい。いいんじゃないですか。いいよね。うん、いいと思う。まあ一応半分ぐらいタープを入れてっていう感じだからね。そうそう、タープ入れて、タープ入れて、ギリアを入れてか。うん、半分重ねてる感じ。うん、半分重ねて、向こうはまあベルトで引っ張って、うん、でギリアのね、真ん中が1700あるんですよ、高さが。うん、でそこをちょっとかわすような感じで貼ってみました。うんうん、まあ若干横の方が当たってるんですけどね。うん、まあできればもうちょっと上げたいところですけど、まあこれが限界かなと。でもいいんじゃないのかな。中をちょっと見てみようか。はい、どうぞどうぞ。ありがとうございます。失礼します。はい、でほら一応これポリコットンテントですので、うん、あの焚き火ができるんですよね、うんうん、下で。でまあどのぐらい耐性があるかっていうのはちょっとやってみないとわかんないんですけど、うん、まあ火の粉ぐらいだったらねいいんじゃないかなと思います。はい、で一応ここをね。リビング、いやリビングじゃないな、ここで焚き火スペースで、うん、ちょっとこう広く撮ってみました。うん、で今回は、まあ、嫁さんのあの結露をどうにかしたいっていうのも取り入れて、はい、若干こう重ねてますけど、うん、そこはねこのデッカ旗はもう微調整をして、うん、好みでね、そうだね、やってもらって、で今回ギリアはあの奥の方が2人用 の、 あのインナーテントが入るスペースになってますんで、うん、向こうの方にインターネットテントをやるっていうイメージで、まあ、こういう設営の仕方ですね。うん、はい、今回はですね、はい、ギリアとタープをドッキングして、はい、何針？小川針。うん、小川針をしてみたわけなんですけど、はい、どうでしたか？すごく良かったですね。ね。フリースペースだったらいいんですけど、うん、あの区画がねこう分かれているようなところでは、うん、まあ、ギリアプラス、5m タープは厳しいんじゃないかなっていう印象ですね。引っ張った。はい、はい、それと今回 の、 あのターププラスギリアの組み合わせっていうのは、うん、まあ、キャンプ の、 その設営の仕方の一つの選択肢として、はい、まあ、ありなんじゃないかなと思います。うんうん、そうだね。まあ、ギリア単体っていうのもありだし、うん、まあ、タープ単体っていうのもありだし、うん、このなんていうのかな、ゆっくりできるスペースを拡張するっていう意味では、まあ、かなり、ね、あの有効的な設営の仕方じゃないかなと思いますね。そうだね。はい、で結構ねあの焚き火対応ということで、あの下でね焚き火するのは楽しみかなと思います。はい、はい、ということで、はい、今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。ちょっと俺見切れてたね。Woo!